皆さんこんにちは。不定期アイドルプリンセスオブデスのオレンジさんと花咲未来です。今回はですね、ビジネスマナークイズをやっていこうかなと思います。ぜひ皆さん今回も一緒に考えて楽しんでください。ということで早速やっていきましょう。レッツチャレンジ。今回ですね、答えは全問やった後に全て出るって形なので、どんどん進めていきますね。では第1問目、受付での応対です。今から例文を読み上げるんですが、この言葉遣いでいいでしょうか、イエスかノーで答えるものになります。それではいきますよ。佐藤と申しますが、第一営業部の鈴木部長と3時にお約束をいただいております。受付の方、佐藤様でございますね、お待ちしておりました。さあこれはイエスかノーか。でも私これ全然さ問題ないと思うんだけどな。佐藤様でございますね、うん、私はこれイエスにしてみます。まず1問目は私イエスを選択しました。次へ。第2問目、お客様のご案内。お客様を応対室までご案内することになりました。あなたはお客様から一歩下がって控えめに廊下をご案内しました。イエスかノーか。あーこれ難しいけど、私はノーだと思います。だってご案内するのにちょっと一歩下がったらどこに行けばいいかわかんないじゃないですか、お客様が。なのでここはちゃんと先頭に立ってしっかりご案内する方がいいのかなと思うので、ノーにします。じゃあ次へ。第3問目、エレベーターでのマナー。これ4択になります。次、エレベーターの乗り降りは次のうちどの対応がいいでしょうか。 A、 自分が先に乗ってボタンを押して待ち、降りるときはお客様を先に降ろす。 B、お客様を先に乗せて降りるときは自分が先に降りて案内する。 C、 乗るときも降りるときも自分が先。 D、 乗るときも降りるときもお客様が先。あー私いつもどうするかな、矢印ボタンがあるじゃないですか、上に行くなら上とか下とか、それを押して開けて大体譲るんですけど、でもそういう時は何階に行くかっていうのもお客様わかんないし、先に選択しとかないといけないと思うので、先に自分が開いたらすぐさま乗って何階って押して開くところ、オープンのところずっと長押しします。で着きました、開きます。私だったらデパートとかでやるときは普通に開けるを押しとくんですけど、そういう場合は一旦先に降りてエレベーターのドアを直にこう押さえて、で降りるのを待ってから移動するって感じですね。なので乗るときも降りるときも自分が先の C ですかねにします。あこれ間違っとったらマジで恥ずかしいんやけど。では第4問目、応接室でのご案内。図の ABCDE のどこに案内したらいいかっていうことですね。お客様を応接室にお通しすることになりました。どちらの席を示したら良いでしょうか。上座ですよね、上座を選べってことですね。つまりわかんないんで、私上座とか入り口があって、でも奥の方が上座って聞いたことあるんだけど、しかもこのさ3人座るソファーがすごい難しい。どうなんだろう。C にしときます。奥側、一番奥が上座だったような気がする。違うかな、だってドアが開けられるようにまず一番下の人が B なんですよね。そうだから C だって気がするんだよな。 C にしときます。じゃあ第5問目、応接室でどこに座る。今度はあなたが営業として初めての会社を訪問しました。応接室に通されると案内の女性はイラストの C を進めて担当者を呼びに行きました。さてあなたはどこに座りますか。
なるほど。まあそうですよね。相手側としては上座どうぞって感じなんですけど、でもどうなんだろう。どうなんだろうな、ここは。なんかそれをちゃんと聞いてお客様として C に座るべきなのか、でもこっちは営業に行ってる身なので、いやでもこういう時大体他のとこ座ってて、あこっちへどうぞって言われることが多いんで、私は C にしてきます。 C を勧められたから、 C を選択してみます。結果を見ますね。いいですか、準備は。オープン。まず1問目。私はイエスを選択したんですけど、正解はノーでした。この場合、何々様でいらっしゃいますねが正しい。なるほど。ございますは自分を指す場合、私は何々でございます。あるいは、こちらがパンフレットでございますのように、物を指す場合に使う。お客様には尊敬語を使うのが正しいので、来るっていうのはいらっしゃる、お見えになる、お越しになるなどを使うといいということですね。なるほどなるほど、そうだよな、なんかそこだなと思ったんだけども。じゃあ第2問目、私は一歩下がらずにっていうノーを選びました。そうすると正解でした。やっぱりね、さっさと先に歩くのではなく、後ろに気を配りながら相手の歩調と合わせて歩くのがポイント。うん、そうですよね。またスペースに余裕があれば、お客様の心臓を保護するという意味合いから、お客様の左側を歩く、または右側は定石とされているので、お客様の右側には出ないという考えもあります。なるほど、これは知らなかったです。使わせていただきます。では3問目、私は C で、乗るときも降りるときも自分が先でしたけど、不正解。 D が正解です。ゲストファーストっていう考えが一般的だそうですね。現在のエレベーターのほとんどは外でボタンを押し続けたり、扉を押さえていればドアを開けておくことができるようになっているため、スムーズに乗っていただくことが可能です。降りる際にはドアが閉まらないように手で押さえておくようにしましょう。降りて右でございますなどと事前に声をかけることを忘れずに。あー、はいはいはい。ただしマナーは正式なものであるわけではないため、どうしたら相手に敬意を表すことができるかという視点に立って臨機応変に対応することが大切です。状況によっては A の自分が先に乗ってボタンを押して待ち、降りるときはお客様を先に降ろす方が安心して気持ちよく乗っていただける場合もあります。先に乗る際はお先に失礼いたしますと断りを入れるといいでしょう。なるほど、勉強になる。確かに確かにですね、そっちかって感じでした。では第4問目、私は C を選びました。お見事、正解です。イエイ。入り口から一番遠いソファーの席が上座というのが基本です。あ、取った、嬉しい。部屋の大きさや応接セットによって必ずしも基本通りとはいかない場合もありますが、お客様によっては席次を気にされる方もいらっしゃいますので、できるだけ自分の会社の応接間の環境を基本に近い形に整えておくことをお勧めします。いいぞ。では第5問目、ラストです。私は勧められたところをやった方がいいのかなって逆にね思ったので C にしましたが、答えは不正解。 B がいいということですね。やっぱそうか、お邪魔させていただいてる身だから、やっぱ下のところなのかなと思ったんですよ。上座は C ですが、初めて訪問した会社で自分が来客だからと当たり前のように上座に座るのは禁物。ちょっと控えめにしているのがマナー。やっぱそっちか。自己紹介の後でさらに勧められたら、初めてそこででは失礼いたしますと言って座るくらいがいい印象を与えます。間違いない、そうですね。なるほどなるほど。いや、これはすっごい勉強になりました。ということで、私は正解したのは5問中2問正解でした。まあちょっと3問いけなかったのはちょっと悔しいですけど、でもすっごいためになりましたね。こういうとこなんかどっちがいいんだろうとかって結構わかんなかったりとかするんですよ。結構気にかけて考えてて行動してるけど、それがもしかしたら相手によってはえって思ってる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと本当にこれは今回勉強したので、
これからどん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 使っていこうかなと思います。皆さんは何問正解できたでしょうか。もうね、やっぱ社会人としてこれは知っておくのが当たり前だと思うので、これからもどん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 いろんなことを勉強していけたらなと思います。はい、ということで今回もこの動画これで終わろうと思います。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。ぜひ次回も見てください。またねー。はい、おまけです。前回正しい敬語を使えるかテストのビジネス編の3問お送りしたんですけど、残り2問今回やっていこうと思います。皆さん最後まで一緒に考えてみてください。では1問目、お分かりになりましたかは丁寧ですか。さあ皆さんいいですか、いいですか、ご理解いただけましたでしょうか、が一番丁寧かなと思いました。違うの？何ですか？あ、そういうこと？もうさ、そういうお分かりになりましたとか言われてもさ、もうさ、分からんのよ。いつも確かに言う。これね、がっつり言う。正解は、何かご不明な点がございませんでしょうかが正解でした。確かにね、これは言う。普段言うけど、このさ、お分かりになりましたかとか言われたらさ、出てこんくないパって。では次、ラストです。いきますよ。なんとかしてください。は、どう言いますか。大丈夫ですか、考えました。これもさ、なんとかしてくださいって言われるとわからんくない。なんて言う、なんて言うの、お願いします、なんて言うんだろう。いや、わかんない。お願いします、助けてください。違うですよね、うん、絶対そうやと思う。なんですか。あー、正解は、善処いただきたくお願い申し上げます。だそうです。こんなね、難しい言葉私使ったことない。善処とかね、聞いたことあるけど自分がやったことないし、そもそもね、どこで使っていいかわからんのよ、善処とか。皆さんは2問、どちらも正解できたでしょうか。私はね、まだまだやっぱね、子供なんだなと思いましたよ。ということで、バイバーイ。